で、なんといってもやっぱり逆転での勝利もできてますから、そういう勝負強さっていうのもあるのかなというふうに思いますし、まあ、ベンチメンバーもうまく使いながらうまくこう戦っていい結果を残せてるなというふうに思いますね。ホームアントラーズが右にエンドを取ります。アウェーの F マリノスボールで前半がスタートしました。 J1 第8節、今シーズンやっぱ町田犬飼ってね、いなくなった中でちょっとセンターバックのところが不安視されている中でね、はい、彼が入ったと、まあそれもおいえーポスト上田だというキック、このヘディングは高かったですね。長いボールを使いました。繋がった、上田衛星、ポンスンテのパントキックから決定機、ニヤに速いボールとこぼれた、まあ、ここは右のサイドでドリブルで仕掛けるなどチャンスメイクができる選手、小池龍太、インサイド宮市、あとのキック、先制フマリノス、アンデルソン・ロペス、高いボール、そしてエースが飛び込んできました、まあ、ここは松村が下がらなくてはいけません。エウベル、長戸、フリーで持ちます。運動量のある岩田、ヘディング、西村、0対2、決着をつけるヘディング、西村。やっぱりね、エイベルにやっぱりあれだけ自由にさせてしまうと正確にクロス入ってきますし、西村本当後ろから走り込んでのヘディング本当うまいですね。時間と点差かけたらね、大きくクリアしてもいいようなシーンですけどね。エイベル取った、寄せ原マイナス、オンゴール、悪いあのシステム変更ではなかったと思いますけどね、結果がやっぱり思うように出なかったですね、はい、試合終了0対3、アウェー横浜 F マリノスが鹿島アントラーズを下しました。